それではホームの琉球のメンバーご紹介いたします。ゴールキーパーは田口です。フォーバック田中、岡崎、知念、沼田、中盤底風間光輝、上里、右に風間光也、池田、清武、今日は最前線清水慎太郎です。阿部拓磨はメンバーから外れています。一方栃木のメンバーご紹介いたします。ゴールキーパー川田です。大島、柳、井上、吉田のフォーバックです。中盤菊池、佐藤、西矢、森という4枚、前線ジュニーニョと有馬が入りました。そして菊池大輔が今日は先発です。先発4試合目。高いボール真ん中、フリーだー。あ、これは乾です。今季初先発乾が決めました。まあ、この菊池大輔のこのボールの質ですよね。まあ、あとは入り方、やっぱり当て感上手ですよ乾は。清武が裏狙ってますが、そこ使わず一個低いところから知念の斜めのパス、清水に合いません。かけて風間光也、溜めて右です。田中圭太です。田中、ここに吉田が厳しくいきます。間使う風間光輝、フリック、風間光也、まあいいんじゃないですかね。だから後ろのボール回しから始まりましたけど、まあ、中央を使って広げて、で最後潜っていって、まあ、3人目、まあ、風間どこから入っていくかです。 FC 琉球、上里を高いボールにした。池田がターゲット、内側で落とす清水、風間光也、後ろ戻して風間光輝、クロスバー、清水で入ってる。追いつきました FC 琉球。最後決めたのは今日先発清水慎太郎。長いボールに対してよく当て感持って当てて、うまく収めたところ、最後は風間光輝かな、はい、まあ、跳ね返ったボールに対して一番最初に反応してたのが、まあ、清水と、まあ、よく決めましたよね。まあ、この落としのボールも非常に優しかったですし、インサイドでしっかりコースを狙って跳ね返ったところ、浮いた空間のところでやっぱ高いですよ清水は。直接も十分狙います。いろんなキックの種類持ってます。上里下、直接意表をつきました。見事なフリーキック、上里勝正。まあ、キーパーとの駆け引きあったと思うんですよ。下狙ってきましたね。ニア、スピード、もうパーフェクトじゃないですかね。まあ、中にも合わせるぞっていう、こう覗き方して、まあジャンプしてくるのを見透かしてニアですよね。コーナーキックです。この時間帯に突き放したい琉球。上里のキック、ニアサイドへ、金石こぼれて風間光也、柔らかいボール、ヘッドだ。2枚いました。風間光輝かな、これ光也ですね。光也か、はい、上手でした ね。で、何回も言ってますけど、中途半端にクリスキーとその後ろの背中に、まあ、池田だったりが入ってくるので、はい、吉田正也裏取って浮かせてくる、真ん中西矢、西矢だ。苦しい時間が続いていた栃木、一発で同点。だ、うまくこう弾いたところをボール受けて、で最後空間、胸トラップからダイレクト逆サイド、パーフェクトじゃないですかね。こう意図的っていうよりも少しイレギュラーな形だったんですけど、吉田かな、うまく浮かして収めてシュートまで。上里斜めのボールです。逆サイド田中圭太、左足で上げていく、逆サイドフリーだ。ああ、よく触りました。大島です。左からのクロス、清水、風間光也、ヘッド、なんかヘッドだ、こぼれている、体張った栃木。まあ見事な攻撃でしたけどね、はい、沼田のクリア、柳、有馬、田中狙っていた、いい取り方ですね。縦パス引っ掛けて森、森俊樹、森のミドル、まあ、大事だと思います。はい、茂
茂木狙ってきた、見事、ものすごいミドルシュート、琉球勝ち越しです。球筋見えませんでした。まあ、スローインからですよね、まあ、瞬間的に相手運んでシュートまでのイメージ持ってましたし、まあ、振り抜いた瞬間足に乗ってましたし、少しスリッピーになったこのピッチをうまく利用してキーパーの前あたりで落とすっていうのはイメージ持ったと思います。低い弾道でちょっとドライブ回転かかって落ちてるじゃないですか、はい、もう川田がするともうノーチャンスですよね、はい、相模原戦でも途中出場から1点取りましたけれども、うん、その試合以来の出場だったんですけれども今日も取りました。いやもう解説者としてすごい一言で済ませたくないんですけど、はい、すごかったです。一番、はい、風間小屋のクロス、ヘッド、清水慎太郎、高いボール真ん中こぼれて池田のシュート、当たった、飛び込んだ、ミヨンジだ、よく狙ってました、琉球4点目。蹴り込みましたけどね、まあそこに池田狙ったとは思わないんですけど、まあうまく反応しましたよ、はい、当て感も上手でしたし、少しスライディングで滑りながらアウトサイドで残しましたね。上原、宮崎の勝ち、セカンドボール栃木拾う、目安の4分台になります。知念のクリア、試合終了です。琉球勝ちました、3試合ぶりの勝利、栃木の粘りに苦しんだ琉球ですけれども、最後は4対2、途中出場茂木リオンジのゴールもありました。